はい、トールのアニメ感想置き場です。リゼロの32話、2期の7話ですね、友人について、話していきたいと思います。よろしくお願いします。一応自分は、アニメだけ視聴してるっていうもので、原作も未読ですし、先の展開をね調べたり、あとこうアニメで書かれてない部分がどうやったかっていうところを確認したりっていうことも、しないスタイルでやっていますので、まあそんなやつがこうね、思ったこととかですね、勝手にねこうまた外れな考察とかをですね、してるところをですね、まあ笑ってやってもいいですし、自分はね、こう思ったよって言ったところをね、教えていただいてもいいですし、まあそんな感じで、楽しくやっていけたらなと思ってますので、よろしくお願いします。はい。でまああくまでもね個人的なものなんで、まあ話半分ぐらいで聞くのがいいかなというふうに思いますね。はい。7話についてなんですけど、僕はとてもね好きな会議でしたね。はい。盛り上がり的な要素で言うと前回ほどではなかったのかもしれなかったんですけど、なかなかその面白みの深い、そして説明される情報も多いということで、なかなか考察としての楽しみが深まった回だなというふうに思っています。はい。まあでは行ってみますね。まず全体的な感想ですけど、ストーリーとしては、まあ、ベアトリスと前回の続きからですね、ベアトリスとお話しで、まあ、ここでまあ殺されてしまうので、試練1にまた死に戻って、強権派のね、2人と話をするっていうところですね。その後の3日間の拘束生活っていうところがあって、まあ、なんとか今回脱出してですね、結界の外に出ようとね、そういった話になります。はい。で感想としましては、そうですね、こう再現性、こうループものなんだけどやっぱ再現性が否定されるっていうのはね、大事な要素ですよね。はい。まあその今回においては要するに、魔女の残りが、まあ、正気ですね、死に戻ったことによって正気が高まっているから、ガーフィールたちからの信用を得ることがもうどうしてもほぼできなくなってしまっている状態っていうところですね。今後死に戻りが増えれば増えるほどこの正気が多分高まっていて警戒レベルが上がっていくっていうところで、進めば進むほど難易度は上がるという形ですね。ただまあこの仕組み自体はまあ一回やってますよね、レムの時に、やっていたので、まあ、天丼といえばね天丼なんでね、何回もこう対応はしてほしくないんですけど、まあ、ループものとしてね、同じループをねずっとやることはできないってね、ループものなんだけど同じ動きをしてピンポイントにねいいとこだけ変えるっていうところはできない、基本的には全てがね、その時のぶっつけ本番とアドリブというところが必要となってくるってね、こういうあたりの意味付けは強いっていうのは大きいですね。はい。で、まあこういう性質上、その進めば進むほど諦めなければいけないルートが出てくるっていうのは、そのホラー的なね要素でもそうですし、なんか物語的に見ていてもね、面白いですね。はい。自分はその前回そのホラー的な演出としてこのルートをこれ以上進むことはできないな、ちょっとひどいものが見えてしまうなっていうね、そういった演出もありなんじゃないかっていうことを言ったんですけど、まあまあ再現性をね、いい意味でね否定していくっていうのはいいなというふうに思いました。ただまあ何回もこれもね多用されてほしくはないんですけど、はい。そんなことを思いましたね。はい。で、根結のね定義づけがなんか独特でね興味深かったですね。まあこれなんかおそらく今回の話とは関係ないというか、まあ、先の話に関わってきそうなね雰囲気が漂ってはいるんですけど、これ結構まあ、それぞれ考えていくと面白いですね。なんか根結かどうかってすごく主観的な尺度なんですよね。現代日本っていうか、まあ、現代地球の文明的な根結っていう言葉の使われ方を見ると、でもちゃんと結界っていうその、まあ、システム的な線引きが引かれてるってところで、じゃあこの世界はどういう世界観なんだろうね、根結の意味するところは何なんだろうってね、そのあたりがね気になるところですね。はい。考えていくと面白いなと思いました。で、ベアトリス、今回のショーベアトリス実はめちゃくちゃ重要っていう、あれって思いましたね。なんかこうベアトリスのポジション的に、なんかこう今まで結構なんやかんやでねスバルのこと助けてくれる、キャラクターだったんですけどね、では今回も一定の距離をね置きつつですね、まあ主人公を助けてくれる、そういうねありがたい存在なんかなと思ったんですけど、これ今回ベアトリスの物語、なんかこうある意味こう一つの完結を見せるぐらいちゃんとした風に書かれるのってね、ちょっとねびっくりしましたね。はい。このあたりには興味深いところだなと思いました。で、僕の中では今回が4話の意味を持ってくる、4話が意味を持ってくる回だなと思いました。はい。
なんか自分的には4話についてのね、感想はねそこまでね思い出はなかったんですね。まあ家族の良い話だなとは思ってたんですけど、全体的な意味合いとしてあそこに挟まってきた4話って、まあ自分的には別にそこまでね、ピンとは来ないなというふうに、思いましたね。なんかこう自分的に楽しむためにはデメリット成分の方が若干多めだなと思ったんですけど、ただまあこれは今回に書かれたことでなんかほぼその部分はなんかこうね回収されたぐらいね、しっかり活かされたなと自分は感じましたので、また後で述べていきたいなと思いますね。はい、4話の感想についてなんかこう他の方の感想動画とかをね紹介していただいたんで、まあ、4話についてのこの思い出がある人の気持ちはわかるんですけど、なんか僕はそんなにこうね、スバルに対してね感情移入しないしせずにね、見ているので、で今回がねあの本当の意味で4話がねあの生きてきてよかった回だっていうふうに、思いました。ただ感情移入してないだけで別にスバルに拒否感を持ってるわけでもないし、その変にうがってみようという、意識はないんですけどね、なんていうかこう僕の視点ではスバルはそのちょっとまあ情緒が不安定だったり悠長だったりこう辻褄がちょっと合ってなかったりとかそういった感じでこう共感しにくいように作られてる、まあ少なくともアニメにおいてはそういった風に描かれることによって、アニメーションとしてのホラー的な面白さだとか、スリルとかですね、不安感をですね演出するだとか、そういったところの何ていうか歯がゆさも含めて、引っかかりを作るためにそういう風に描かれてると思ってるし、で僕はそういう風に見た方がこのアニメは楽しめるんじゃないかなっていう風に思ってるので、否定的に言っているわけではないんですけど、まあそんな感じのことを思いました。そんなわけで4話が良かったって言えるのはこの7話を見てから見たから言えるところかなと思いましたね。はい、でまあまあ4話に考えてはね、もう4話の感想考察でね散々言ってるんでいいんじゃないかと、4話と5話のあたりで言ってるんでいいんじゃないかと思います。はい、次ですね、今回もやっぱりこうホラー的なね演出がねやっぱりねよく働いてますね。はい、このあたりのところをちゃんとこう見ていくとすごく面白いなというふうに思いました。今回もなんていうかね演出的にはこれってなんかこうこんな演出したことによって余計こう分かりにくくなってないとか、なんかこうこんな演出したことによって結構そのスバルに対して気持ちを重ねにくくなってないっていうところがいくつか見られたんですけど、それもその何を狙ってたのかっていうところを考えていくと結構納得いく感じになってましたね。これもね聞いてくれるね人がいるんやったらまあ後でね話したいと思ってます。はい、でですね、全体的に説明描写は多かったんですけど、この説明がその今回のですね推理のために必要なパーツなのかっていうところか、それとも全体的な世界観を表しているのか、もしくはもうちょっと先の伏線なのかっていうところの判別が現時点でできないところが非常に面白いと、思いましたね。いわゆるアニメーションにおいてはその書かれているものって全部意図してね、書かれているものなので、つまりその書かれたものを、ね、一つの完結するこうミステリーとして見るんやったら、書かれているものを全部こう逆算していくとこうちょっとうがったねメタ視点で見てしまうとそのストーリーがねこう透けて見えてしまったりするんですけど、そのあたりがですねすごく巧妙に隠されていると。で説明不足とちょっと感じるぐらい説明が少ないところも相まってですね、先の展開が読めない上に、考察できるルートがすごく増えて楽しいっていうね、そんな回ですね。今回それをすごく実感しました。はい、皆さんの感想もね教えていただけると、僕の方もね視野がね広がりますので、楽しいなと思ってます。皆さんのね、感想コメントもね、しっかり見させていただいてるんでね、まあ、ただなんていうかこうあこれをこのまま受け取ってこうね返してしまうと逆にこう先の展開のネタバレになってしまうなとかですね、そのなんかこうこういうここを確かにいいよと重要だよって言われてるところをこう拾ってそこを考察で進めてしまうとですね、こう変なネタバレになってしまいそうな感じのものについてはですねこっちの心に留めていてですねあまりこううまくねお返しできてないのがちょっと歯がゆいんですけど、どんなねコメントでもね教えていただければね楽しめるかなというふうに思いますので、まあ先のね展開をねこうあからさまにバレてしまうようなですねネタバレコメントに関してはね、ご勘弁いただきたいんですけど、今のところなんかね、まあ、明らかからさまのその悪意的なものがね一個も来てないんでね、個人的にはね本当に皆さんのね、ありがたい視聴者の方だなと、思っていたりしますので、はい、ここからまたちょっとね長いんですけど、もしのお付き合いいただける方がいましたら、部分的なところは言っていきたいと思います。
もうここから本当にね個人的なね偏見にね満ちたものになってますんでよろしくお願いします。はい、まず何といってもね今回はやっぱりオットーとスバルの話だったなというふうに、思いました。はい、まあそのスバルの気持ちに関してもですね、まあ、結構そのオットーをねずっと思い浮かべなかったっていうのはその一見するとリアリティがないようにも見えるんですよね。はい、人間追い詰められてですね、まあ皆さんもねやってみたらといいと思うんですけどね、壁に頭を打ちつけてねすごく激痛に苛まれる状態で、目隠しをしてですね、まあ猿グッズをしてですね、まあ定期的にスープ運んでもらいつつですね、まあトイレに垂れ流しっていう生活をまあ3日間ほどね、続けてみたらですね、分かると思うんですけど、結構いろんなことね考え出しちゃうんですよね。最初はこう痛みをね、に集中しちゃうんで辛いんですけど、やっぱいろんなことを考え出してですね、ここからこういった時のね、シミュレーション立てとこうっていう風に思った時に、当然こうね拉致られる時に一緒にいたね、オットーのことを思い出さないっていうのはね、結構不自然だし、結構スバルは人手なしだなっていうのね、そういったように映ると思うんですよね。まあ、実際そういう側面があることはあると思いますよ。はい、演出としてもね、実際そうだとは思うんですけど、ただですね、ここでやっぱオットーをね思い浮かべることができなかったっていうのはベアトリスとのことがね、相当ショックだったっていうところがね、よくわかりますよね。つまりまあ今回のポイントであるその友人っていう描写なんですけど、まあスバルはもう本当にベアトリスに対して友情を感じていたんだなというところですね。でそこでやっぱりこう友情はあったのかなかったのかって、ベアトリスに対するなんかこうね事情もねあったんだけど、それはどこまでがそうだったんだろうっていう、思いの方でですね、まあなんていうか他の、ね、友人のことに関してはですね、思いが至らなかったのかなって、まあ、このあたりはアニメを見ての自分の感想なんで、もしかしたらね、それこそ原作とかとは違うかもしれないし、アニメだけの人でも違う感想を持った人はいるかもしれないんですけど、そんなことを思いましたね。まあよっぽどベアトリスのことをですねショックだったんだなという感じでした。で、じゃあ今回はねどう転んだのかっていうとですね、で実際スバルは本当にオットーに友情を感じてたのかっていうとですね、自分的にはまあそのスバルとオットーの間でこううまくいかなかった、もうまあ実在しない歴史になってるけど、経験があるわけなので、スバル自身オットーにそこまで友情を感じてなかったんじゃないかなと、ちょっと思いましたね。はい、でですね、これがですねなんというかこうそのベアトリスの一件だけではなくて、スバルもまあ、そこまでオットーに思いを持っていなかったね、オットーが思っているほどスバルはねオットーに何か思いを持っていなかったっていうことだと思うんですけど、じゃあ、スバルはオットーにどんな振る舞いをしていたのかっていうと、ここで4話のそのお父さんの振る舞いが、来てくるんですよね。お父さんがどんな風にしてたかっていうと、もうスバル目線では会うすべての人に対して友達関係みたいな距離感でね、関わっていたっていうことなんですよね。おそらく実際はそうじゃなくて、ちゃんとね、距離感を見極めての接し方だったと思うんですけど、スバル目線ではそういうね振る舞いをしていたので、だからその父親の振る舞いの影響をスバルはそのリゼロ1期の1話からね、ずっとこう受け継いでるというかね、それ以外の方を知らない感じでね接していたんですよね。で、それがですね、まあ結果的に言うならば、まあオットーはですね、オットーにとってはどう映ったかっていうところが今回のポジションですよね。はい、ね、この、まあ、俺とお前の仲じゃないか的なね、そういった言い回しになってくるんですけど、これがまあどうオットーに映ったんだろうというところが、ポイントになってきますよね。つまりスバル自身は自覚がなかったんだけど、この友人に対して接するようなね、ある意味こう悪く言ったら慣れ慣れしいような態度ですね、一気からこう順番に見ていくと、むしろスバルのこのスタイルはマイナスに働いていることの方が多かったように思うんですけど、その理由付けが4話になされた上で、じゃあオットー側の視点からどう見えていたのかっていうとですね、言ったらまあオットーはまあスバルに多少の借りは、ありはありあるもののですね、具体的なこの数字化できるものとしては、それこそねメリットがねってスバルが言ってたようにメリットはないんですよね。でそこに対してこのねガーフィールから、ね、提示された明らかなメリットですね、はい、逆にその拒否することによって絶対発生するデメリットですよね。でここをした時に天秤にかけた時に、何が起きてきたかっていうところが書かれるんですよね。だから若干ここでそのわざわざオットーが買収されそうな顔をしている描写を入れたところも意味があったわけですよね。つまりオットー的には確実にここで心は揺れたと思うんですね。で揺れた時に何を思い出したかっていうところがポイントだと思うんですね。でそれがまあ言ったスバルにまあ
オットーが言った、これがまあ友達のね距離感なんじゃないかなっていう、ところですね。つまりまあ親父が、人々に接していた、やり方がですね、オットーにはめっちゃ刺さったんだとね。このポンって肩をね、置く感じがねちょっと対比を感じてね、僕はちょっと嬉しかったんですけど、皆さんねどうだったでしょうか。で、それがこうスバルの中ではね完全に盲点だったからね、笑ってしまったっていうところなんですけど、この表現もねすごくね良かったですね。はい、そんなわけでですね、なんかこう書かれてるね情報とね演出の力をねだいぶ感じましたね。まあ、今回は本当にね後ろ側に親父がいたっていうのをすごく、自分は意識したんですけど、皆さんねどうでしょうか。でまあちょっとそうですね、自分のスバルの行動に対するこう考え方とかを見ると、まあコメントとかでもねこうリゼロは人間を描いてるのにちょっとこうシステマチックに考えすぎじゃないって言われてはいるんですけど、自分もそのシステマチックすぎてこううまくなんかこうね、僕はねスバルはそのいい加減その楽な死に方を開発すべきやと思ってるんで、まあ、このあたりかなりドライな言い方やと思っちゃうんですけど、でも今回のことを見てもね、その楽に効率的に死ねる方法って考えておくことのメリットめちゃくちゃ、大きいし、それ考えておかなかったことによってとんでもないことになる可能性があるので、考えてもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、この手あたりがこうシステマチックに考えすぎって言われるゆえんだと思うんでね、不快に思った方ね申し訳ないなと思うんですけど、自分的にはこうスバルの行動とかね悠長感とかも演出されてると思います。で今回で言ったらですね、オットーが助けに来た時にスバルは大笑いしちゃってるんですよね。はい、この直前でこうオットーはこう静かにしてください、見張りに見つからないようにねってね散々言ってるんですよ。で、言ってるのにスバルはめちゃくちゃ大笑いしてしまってですね、でこれに対してオットーもですね、静かに的なこと言わないんですね。ここはちょっとね不和を感じるとこだと思うんですよ普通に見てたらね。でしかもですねその後にオットーがですね耳を澄ましてですね、つまり周辺に何もいないことを確認するシーンがあるんですよ。これシーン入れ替えとけば自然になったんですよね。スバルが大笑いしてしまってですねオットーがそれを咎めないっていうシーンはこのシーンの後に入れておけばですね違和感はなかったんですけど、じゃあなんでこれを入れて順番がね、入れ替わってるのかというと、これも意図的だと思うんですよね。つまり、スバルはですね、そういったことの警戒も吹き飛ぶほど頭から抜けていてね、つまりこの時点で多分親父のことを思い出してると思うんですね。はい、自分の中ではまあ原作ではそうじゃなかったよとかね言われてもなしょうがないんですよ。僕はそう感じちゃったんでね。はい、そんなわけでですね、それがないほど大笑いしてしまうほどですね盲点だったっていうところでね、いわゆる自分のバカさ加減がねって言ってましたねスバルも。そして、オットーも咎めなかったのはっていうのはやっぱりこうね、スバルに今までしてもらっていた友達としてのそのやり取りが嬉しかったんですよね。そしてそれをこう告げることが気恥ずかしかったとね、気恥ずかしさが勝ってしまったというところですよね。このあたりのこうやり取りはねすごく面白い、ところじゃないかなというふうに思いますね。結果としてなんか順番が逆にしてるからその違和感自体はねあるんですけど、そして悠長感もあるんですけど、そこからね4話からの流れで、そしてまあ夫視点でねスバルと会ってからのことのやり取りから、ガーフィールでね、買収されかけたようなね表情を見せてからの夫で見るんやったら、ここのね照れてる夫ね、咎めない夫はねすごい愛おしい存在に、見えると思うんですけど、どうでしょうね。はい、僕がそういう風に見えてるように思い込んでるだけなのかもしれないんですけど、そんなわけで、自分はこういうこうアニメのその矛盾される表現みたいなのをね、なるほどなっていうか、こう演出として見るんやったらこれはなかなかありだしいい表現だなっていう風に思うことが多いので、いわゆるこう当然出てくるであろう矛盾してる表現とか演出に関しては、まあ、拾っていくっていう風にね、心がけています。でその方がね面白いんじゃないかなとね、思うんですけどね、どうなんでしょうね。だから前回拾ったところにおいても別にそのシステムティックに考えてるというよりは、まあスバルがレムを守りたいって言ってることとレムの部屋に飛び込むこととで助けられたベアトリスに一瞬でこう怒りの矛先をぶつけることはその演出として辻褄が合わないものをあえて並べてるように見えたのでなんでだろうとね、そういったことを、ね、聞きたかったわけですね。はい、でエルザに散々ね、警戒して、まあ、エルザ、まあ、なんていうんですかね、これでダメやったらね次はすぐにパトラッシュ乗って走らなあかんって言っていたにも、関わらずエルザに対する警戒をまあ結構ギリギリまでしていなかったね。ラムに対してのなんてこうミーティアの問題とかもあるんですけど、別にこう
ラムに対してね、エルザがいたから、エルザがまた来るかもしれないから警戒よっていうのは、そのどのタイミングで言ってもいいし、で前回からミーティア亡くなって携帯亡くなってるんですけど、まあ、亡くなる前にその情報として仕入れていたでもいいし、クルシさん経由でね知ったとね、そういったことでもいいですし、ね、何らしらかしらのその警戒を、言っておいたらよかったんじゃないのって。で、その変に言って警戒されたらうまく回らないっていうこともあるからねっていうのもあるんだけど、だったらだったで、違和感っていうかね、問題が発生した時に、これは自分が〇〇をしておかなかったせいで起きたことなんだからっていうところで、ある程度想定した動きがねできるはずなんです。まあこれもなんかこう抽象的な話になってきたんでやめときましょうか。はい、またね具体的なね、話題になったらね、触れていきたいと思いますが、そんな感じでですね、なんかこう一見矛盾したりですね、合理性がないような表現になっていてもね、なんでだろうと思うと、結構その演出としては理にかなっているようにね、見えるので良かったなというふうに思いました。で、あともう一個ですね、悠長感があったって言ったんですけど、この部分のオットーとスバルの悠長感って、そのもう一個の意味ではホラー感の演出としていいと思ったんですね。あの演出としてのホラーっていう意味ではなくて、なんていうのかね、ここでその笑い合ってる時にですね、周り真っ暗なわけですよ。で、喋ったらあかんって言われてるわけなんですよ。だから急にここで見張りが出てきて刺されたりね、襲われたりする可能性もあるわけですね。だから愛おしく見てはいるんだけど、その実、リゼロにおいては一寸先が闇の可能性があるんだよっていうような、若干のこうね、ハラハラ感を感じるっていうところですね。まあスイカに塩をかけるっていうね、まあ例としてね、めちゃくちゃ分かりにくい例を挙げましたね。失礼しました、忘れてくださいね。はい、そんな感じのね、スパイスにもなっていたっていうところで、言うならば、この悠長感はいいスパイスですね。はい、そんな悠長のことしてるから後ろから刺されちゃったじゃないかってね、なるんじゃないかという心配がついてくるっていうところではいいんじゃないかなと思いました。そんなわけでですね、まあ総合的に言うとですね、やっぱりこう今回のこの話はその4話で書かれたものが本当の意味でね生きた回やったんじゃないかなと自分は思いましたので、かなりお気に入りの回ですね。はい、ちょっとねサクサクいきましょうか。ですね、あとちょっとね気に入った演出的なところもちょっと触れていきたいなと思いますね。ガーフィール周りなんですけど、ガーフィールがですねドーンってね扉を叩いてですね、逃げられたことをしたガーフィールがドーンって扉を叩いてですね、その後ね銃化してましたよね。はい、怒りに任せて銃化して扉を叩いたんじゃないんですよね。これ怒りに任せて扉を叩いてその後銃化したってことは、逃げられたことに対する怒りは壁にね、手をぶつけた時点で終わっていてですね、その後の銃火はスバルを追って殺そうという意思ですよね。はい、このあたりその8話に向けての、ね、演出として、ね、なかなかグッドだなと思いましたね。でやっぱ部分銃火使えるっていう感じですね。こういうそのなんかね全然説明されてないんだけど手順丁寧に作ってる感じは僕はリゼロすごいなと思ってますんで、今後も楽しみにしてます。であとですね言ってましたね、ロズワールがですねスバルと同じ目をしてるってね。はい、これもなかなかね面白い表現というかね、いいこと言うじゃないっていうことなんですけど、自分はそのね、未来そのロズワールが若干こう未来を知っている存在としてね、SF 的には見えるなっていうことを言ってたんですけど、なんかこうねこの表現面白いですね。実はこうね、ロズワールは未来のスバルなんじゃないかってね、そういった見方もちょっとできて面白い感じですね。まあそういうとですねなんかなんとなくこの2人の顔似てそうにね見えるんですけど、まあ1話のロズワール出てきた時点ならそのミスリードもあったと思うんですね。なぜなら化粧をして出てきてますからね。はい、まあ素顔を隠す理由が何かあったんだろうということなんですけど、この多分スバルの未来の姿説はおそらく一気を考察してた人の間ではあったもので、それはもう今となっては消えてしまっているんだよという的なところね、ちょっと感じることができるのは嬉しかったですね。で同じ目つきって言ってたんで、まあここからまあ順当に言うならですね、何らかのこう血縁関係って言うよりは、死に戻りとかの経験者である可能性に関しては置いておいていいことじゃないかなというふうに思いました。で、そういった感じでロズワールの秘密にね迫ったのと同時にですね今回福音書が出てきたんですよね。つまりロズワールが事情通的な、振る舞いをしていることはですねある程度福音書から得た情報である可能性もある、まあ福音書関係から得た情報でもあるってね、その可能性もあるっていうことですね。まあ別のルートでこうね真実に向けてこうねロズワールに対する認識がね若干軌道修正させられていく感じがね、自分はとてもね良かったんですけど、皆さんどうでしょうね。はい、
他に演出というふうに言うとですね、まあこう斜め側に見せるような演出がね今回多かったですね。これ片目をねスバルがねまあよく見えない状態になっているので平行感覚が狂ってる感じがねすごい出てね自分は好きでしたね。で、逆に暗いところに関しても斜めに見える表現が結構あって、これも暗闇だと人間の平行感覚狂うんでね、なんか近い感じでちょっと不安にさせる、演出としてねすごくね効果的に働いたなと思いましたね。やっぱりこうホラー描写に関してはね、ちょっと凝ってる感じがありますね。なんか前のコメントになんかこう未来日記ってアニメ知ってますかみたいに言われたことがあるんですけど、あれもちょっと古くはないか、一昔前のアニメですけど、あれもこうホラー的なね、要素ね、まあ、あれもバトル、SF バトル的なものだったんですけど、あれもかなりホラー的なね演出が凝っていてですね、すごい面白かったので、興味ある方はね見ていただいたらいいと思いますね。はい。あとまあその見た目の話がちょっと出たんでね、一応ちょっと触れさせていただきたいんですけど、やっぱりこうエミリアとですねエキドナのですね、ビジュアルですね若干こう似てますよあれしつこいですか、もうあダメですか、あごめんなさい、はい、衣装投げないでくださいね。はい、あの一応もう今は自分はこうね違うものとして認識してますよね。はい、エミリアさんはね、エキドナはエミリアのですね10分の1ぐらいの時間で描いちゃってるんでね自分はね、だいぶあれなんですけど、なんていうかこうおそらくこれもアニメだからできる演出の良さだと思うんですね。その多分小説とか原作してる人は全然こう、あのエキドナのビジュアルがエミリアを想起させるものじゃないよとは言ってくださるんですけど、多分アニメ初見勢はこの初めて見たエキドナのことをエミリアの血縁者、それこそお母さん、ハーフエルフェイとするならお母さんとか、あとはなんていうかこう動きとしてなんか想起されるための、例えばこうコメントでもらったところで言うとこう闇落ちしたエミリアがエキドナなんじゃないのとかね、そういった関係をですね若干匂わせる、自分はあのサテラやと思ったんですね最初エキドナの、ね、ビジュアル見た時に、あサテラが出てきたのかなってね、思ったんですけど、多分そう思われた方もねいるんじゃないでしょうかね。でそしてですねなんかそれがその原作的には的外れだったとしてもアニメ的に見るとその考察の幅が広まって面白みが深まるというか、楽しみが増えるのでいいことなんじゃないと思って、スタッフもある程度そこをこう認識した上でやったんじゃないかなと自分はね思ったんでね、むしろ楽しみが増えるからこういうのはこのアニメ楽しんでる勢としてはね楽しみが増えたことを喜んだ方がいいんじゃないっていうのと、あアニメで見てるとそういう風に感じるんだなっていうぐらいのですね、どんと構えていただけるとですね、ありがたいなという風に思いますね。はい、いや別に根に持ってたわけじゃないですよ。はい、あすいませんね。はい、じゃあ次行きましょうね。はい、ですね次行きましょう。まずですね、登場人物についてちょっと情報が増えたんで一応確認だけしておこうと思います。まあ、スバルはエキドナの記憶介入に関してはもう解除されてずっと言ってるみたいなんで一応ここね押さえておこうと思いますね。そのね記憶介入はね良くないんですよこのタイムリープものにおいてはね。はい、ダメ絶対。で、ローズワールさんに関してはやっぱこうポジション的に情報通的なね、ポジションになりましたね。今回のそのベティのね、ベアトリスの表現とかからもそれが思われました。はい、そのとこですね。でまあリューズさんは今回ですねなんか色違いで出てきたんですけど、なんかこう名乗ってる時に名字が違った、姓が違ったのかな。で自分はこうなんかこう森に入った時に出てきたリューズさんかなと思ったんですけど、なんかそれとも服装が違ったので、なんかこの辺りの情報が増えたなと思いましたね。でフレデリカに関してはまああのハーフじゃなくてクォーターだよってことが分かりました。ってことはやっぱりガーフィルの方がその獣人能力が高いから強いのかなっていう感じですね。はい、あとですねあの忘れてたんですけど、多分ペトラはその魔獣使いの女の子と顔見知りなんじゃないかなというふうに思ったので一応書いてきました。で、オットは前回ですね、スバルは戦力外通告してましたけどね、目くらましぐらいにはなるんじゃないって自分をね、思って追加してたんですけど、今回一応友人に、ね、昇格されたんでね友人にしとこうと思いますね。はい、エキドナは悪いです。はい、エルザですね、エルザに関しては、まあ、同行者と依頼人の存在がつながっているってところで情報は増えてません。今回出てませんからね。はい、でベアトリスはもう自分の意思でスバルを助けてることがほぼ確定しましたね。そして福音書というところで、魔女との因縁というよりはもうほぼ関係者じゃないかなというふうに、思いました。はい、
一応ね個人的な主観ですけどね、ここまでの位置ですね、立ち位置を確認しておきました。でベアトリスですね、今回まあキャラクターとしてね触れたいのがね2人ほどいるんですけど、1人がベアトリスですね。優先順位的にはロズワールドの契約的なものが優先されるのかなと思ったんですけど、なんかこうどちらかというと福音書とか母とかにを優先していて、そしてベアトリスはなんというか約束とか優先順位とか思想とかそういうもんじゃなくて、その精霊としての性質的なものが、自分はあるなというふうに感じました。まず前回からの続きではこれは確実にスバルを助けてくれたわけですね。ベアトリスは本当にスバルを助けることを常にしてくれているっていう存在なんですね。はい。で、スバルへの印象とね思いっていうところもね、いろいろ書かれましたね。このあたりが本当に今回その演技の良さで言うと今回のベアトリスの演技めちゃくちゃ良かったと思いますね。はい。お前なんかってね心を動かせないって言いながらあれは確実に心動かされてるっていうね、はい、ところですよね。だから結局こうスバルがベアトリスを友人と思ってたぐらいにはベアトリスも友人に近いものを感じていたってね、自覚がないにしろね、あの演技からはね、心を動かされないって言ってる時点でもう心動かされてるってことですからね。はい。そんなわけですごいスバルを助けてくれたベアトリスが、まあ絶対にこう助けてとスバルに言うことができないんだけど、もう顔は完全に助けてって言ってましたよね。はい。ここをまあそのこの週のねスバルが一切察しなかったのはスバルに対する印象の悪さなんだけど、これってその後に続いていくものとしては意味があった表現だとは思うんですね。はい。このあたりをこう見ないでいるとただ単にこうねあの人の気持ちをね汲み取らないスバルになっちゃうんですけど、このあたりのね印象は、まあベアトリスのね演技によってかなり、引き出されたんじゃないかなと思いました。はい。で人間に対するこだわりっていうのをねちょっとね感じましたね。だからまあこのあたりすごいですね、人間のことを人間って言うってね、なかなか言えるもんじゃないですね。精霊だからこそ言えることだと思うんですけど、スバルのことをねスバルでなくね人間っていう言いますよね。はい。このあたりのこだわり感はなんていうかこうどの魔女のこだわりなのかなって思うと、これはそのエキドナよりだなというふうに思いましたね。はい。でやっぱりこう気になるのが魔女との関係ですよね。なんか自分はそのベアトリス自体はそのタイダの魔女との関わり、ペテルギウスの持ってたね、ペテルギウスの話出た時に、まあ、関係がありそうな顔をしていたので、そういう意味でですねタイダの魔女との関わりが強い存在なのかなっていうふうに、思ってはいたんですけど、まあそのどちらかというとそれ以外で言うならば、まあロズワールの屋敷にいる、でまあその嫉妬の魔女サテラの関係の、まあ、エミリアがいるっていうことなんで、なんかこう嫉妬の魔女との関わりも強いのかなと思ってましたね。はい。で特にこうスバルがその扉渡りを破れるっていうのはその嫉妬の魔女の属性的なものが引き合ってるから、その扉を当ててしまえる、引き合えてしまえるのかなということで、こうサテラ関係者濃厚でそのまあまあその補欠というかね、補欠でねこう怠惰の魔女かなと思ってたんですけど、ね、今回のやり取りとですね、あとまあなんていうかこう知識欲のゴンゲってエキドナさんが言ってたんで、この図書館的なね、ものを考えるんだったらそうエキドナとの関係強いかなと思ったんですけど、今回ここまでベアトリスにですね話がね当たってきてしまうとですね、ここにまで出てきた者たちの中で話を終わらせることがあるんだったらエキドナとの関係者っていうのはね、強いんじゃないかなというふうに思いましたね。はい。でまあ母ねお母さん誰なのかっていう話ではあるんですけど、僕ちょっとあんまり精霊についての話を一気からちゃんと読み切れてないので、まあ、この辺りはちょっと見守りながら聞いていこうかなと思いますね。なんかこうパックがエミリアのことを娘って言ってたから、まあ、実際のその母ではないのかもしれないんですよね。まあ、自分を作り出した存在が誰かっていう話だと思うんですけど、この辺りは、まあ、ちょっとね自分ね苦手分野というかあんまりちゃんとね終えてないところなので、この辺りはちょっとまあ分からないっていうところでいこうと思いますね。はい。次ですね、リューズさんですね。こうリューズさんの話は普通に面白かったですね。面白いというか興味深かったですね。
リュウズさんが何考えてるか分かってないから、まあ、なんていうかこうね、それこそシステマティックに物事を見るしかないっていう感じなんですけど、リュウズさん自身は混血のハーフっていうことでですね、この聖域にとらわれてるよっていうことみたいなんですね。で、一応その混血っていうものがですね、なんかこうね、どういうことなのかっていうところが気になるところではあります。で、3人以上いるのかなって思ったのは、それこそ名字をその黒い時と別で名乗っていたっていうところと、服装が違うっていうところと、あとまあオープニング見るとなんかこうリュウズさんっぽいのがいっぱいおるので、なんかこう全部名字が違ってなんかいっぱいいるのかなっていうふうに思いましたね。これが2人やったらなんかこう2つの属性を持って切り替えてるのかなと思ったんですけど、3人以上いるんやったらまた話が別になってきますよね。場所を移動したことから考えると、それぞれの場所でその色が違うのか、この場所が変わると服の色が変わるだけなのかってね、あ、それはそれで楽しそうですね。はい、そんなことをちょっとね思いましたね。なんかありますよね、体温が上がると服あの色が変わる服とかありますよね。いや、すいませんです、全然関係ないし絶対関係ない話ですね。で、そんなわけでですね、混血ハーフの話が出たので面白かったなというふうに思いました。まず混血って何かっていうと、ほとんどこの人種的なもので言われることが多いんですよね。うん、だからその人類ってその元は基本的に同じなので、あ、すみません、この地球の今の今回のね、今回の地球の話なんですけど、人類って人種とかで見た時に混血っていうんですけど、あれって別に遺伝子的な、その生物学的な遺伝子的な要因で混血とか言ってるわけではなくて、元がね同じだからね、その文化的なもので混血って言って、つまりその主観的なんですよね。混血かどうかっていうのはすごく主観的な視点の、概念なんですけど、でも結界っていうシステムがね、反応してるっていうところから、じゃあどういう意味合いがあるんだろうっていうところ、結構面白いんですよね、考えていくと。まあ例えばこうガーフィールとフレデリカが、その名字がね違って名乗っていたっていうところは、単純にそのね親の片方が違うからっていうことなんですけど、メンデルの法則で言うんだが、こうこの世界でも生きてるんやったら、単純にその父親が違うとね、ハーフの父親を持っているフレデリカと、完全な獣人の父親を、獣人亜人の父親を持っている、ガーフィールっていうところの、違いですよね、っていう感じだったりするんですけど、じゃあ単純にこうハーフ同士がね、ハーフ同士の子供やったら何認定されるんだろうってね、そういったところがありますね。で、これがどう認定されるのか、認定される確率があるんやとしたら、いくつのこう遺伝子体でそれが定義づけられてるのかという話になったりはするんですけど、それはそれでね、ちょっとね置いておくとしてですね、逆にそのメンデルの法則が効かないんだったら、その要はこの世界にはこう魂的なものがあって、魂の色が赤と、青だから、混ぜたら紫になるとね、だからハーフ同士混ぜても紫と紫混ぜるから綺麗な紫で、言ったら青紫や赤紫じゃないので普通にハーフだよってね、ハーフ同士の子供は 100% ハーフと判定されるよっていう風なことかもしれないですよね。だからこのあたりのこのやり取りはちょっと考えるだけ面白いなという風に思いました。そしてですね、そこでね終わったら、そんなん考えるだけあんまり無駄やろうっていう形ではあるんですけど、もちろんこうエキドナがね、悪いこと考えてそうな気はするんですよ ね。なんでこんな結果にしたねんっていうねな、そういう話ですよね。王道ファンタジー的に言うなら、言うたらつまり多種族間でのこうね、種族を超えたね、愛を確かめる系の結界とかね、そういう定義がつけられると思うんですけど、絶対こいつ悪いやつやから絶対そんな結界せえへんと思うんですよね。はい、そんなわけで劇団の中なんでそんな結界にしたのかなっていうところを、追うためのね、動機として面白い切り口だなと思いました。そしてですね、もう一つね、そういった話をね、定義するとですね、世界観とか歴史的背景を、見るときに面白いなというふうに思いました。要するにですね、人間とアジンっていうものが別存在として完全にね、なんていうかな、結界というシステムでこう判別できるだけ別存在として存在したんだとすると、アジンっていう存在がいつから出てきたんだろうっていうことになりますよね。アジンの起源は人間じゃないのか、どこから来た何なんだろうっていうふうなことが、考えられますよね。なんか単純にこう言うと、人間から派生したいのがアジンやとすると、何をもってアジンとしてるのかっていう話に、
なってくるんですけど、例えばその人間とアジンが全然違うものを起源としてですね、まあそれこそね長い間隔たれてね暮らしていたとね。で、それが例えばね、50年前にその2つの世界が1つになって人間とアジンがまあ一緒に暮らすようになったんやとすると、まあ要は根血の数っていうのは限られてるし、根血を区別する理由付けにもなりますよね。このあたりのこう歴史観っていうところを考えるといろいろ面白いなというふうに思いましたね。はい。根血っていうものを意識して、しかもそれが定義付けできるっていうことはどういうことなんだろうってね、思うだけで自分はね楽しくなってワクワクするんですけどね。皆さんどうですか？そのことどうでもいいですか？結構なこういうのね面白いと思うんですよね。いわゆるそのまあナーロッパっていうんですか、ヨーロッパ風のこの世界観、すいません悪い意味で使ってる言葉で、これはこう侮蔑的な意味をなんか含むから不快だっていう方は申し訳ないんですけど、まあこういう、いわゆるそのナロー系でよくあるヨーロッパ風の魔法と剣がある世界観、についての説明として、まあ例えばそのこの文化はその風のね加護、僕は龍舎のね表示現めっちゃ好きなんですけど、風の加護があるから、ね、じゃあどう、風の加護があるから馬車が揺れないし音が漏れないから、サスペンションは発達しないんじゃないかっていう、まあ、仮説があるとしてですね、いやいや龍舎の風の加護っていうものをみんな知ってるからサスペンションの流用性は分かるはずだっていうことで、むしろサスペンションが発達するはずだ、衝撃を吸収するね、っていう説もあるわけですよね。なんかこうそういう魔法が存在してるからこそこれが発達してるのおかしくねっていうのと、いや魔法が発達してるからこそこれはそのみんながその有用性を知っていて発達するんだよっていうね、そういったところを考え出すところにね面白いんですよね。すなわちこうアジンや魔法が人類のその元からあった歴史に途中から入ってきたのか、それとももっと起源的なところで最初から存在していたのかで、発展をこうね遡って考えるのもね楽しそうですね。でこういうのを考えると多分原作を読むと楽しいんでしょうね。はい。まあ自分はしばらくね読む気はないんですけど、またアニメが終わったら考えてみようかなと思っています。はい。で、根血に関しての話はもうスワールが完全にね警戒されちゃってるんで一旦保留でいいんじゃないかなというふうに思いました。はい。次ですね、もう長く喋ってますね、すいませんね。もういいですよ、ここで、ね、切ってもらってもね、ここから、ね、要するにザレ言をずっとね僕は言い続けるだけの話なんで、扉渡り破りの対策考えようぜっていうコーナーですね。はい。多分この今までのこう描写で、ね、普通にエルザさんが最後に入ってきたじゃないですかね、失礼しますよっていうふうに入ってきたんですけど、でこれでやったってことはつまりエルザさん側の能動的な動きとして、ね、扉が開放されていて、最後の一つの扉になったから、まあ、ベアトリスのとこに入ってきちゃったというね、エルザさん側の扉渡り破り、だったんじゃないかなっていう説が若干今回でかなり濃厚になったんじゃないかなというふうに思いますね。で、普通にこの扉渡り破りっていうか、まあ、扉渡りの性質に関してはですね、自分はあんまりこう 見落としてるとこもあるかもしれないんですけど、一気でこうスバルがですね、まあ、かなり怪しい使用人として屋敷の使用人になった時にラムが教えてくれてるんですよ。全部の扉開けないとねいけなくなっちゃうっていうような話をしてるんで、つまりその得体の知れんやつに初日に教えることができるほどの情報っていうことで、扉渡り自体はそんなに珍しくないのか、もしくはこう他にもいろいろ扉渡りを持っている人がいっぱい、存在しているっていうね、そういう可能性もあったりするなとは思うんですけど、単純にこう扉渡りっていうものの、破る方法っていうのがまあ普通に考えたらこう、ね、一般的にはね分かると思うんですが、これその相手が扉渡り破りを使ってくることを仮定した時に対策って多分無限に考えつくんだけど、ちょっと考えてみようぜっていうね、要はザレ事ですね完全にね。はい。でもうこれ多分ちゃんとしたその考察ができる人は多分その言ったらあのモンティホール問題とかですね、あとはなんかこう歴史的に言うとこうスフィンクスのね足元に眠ってるこうね、開かずの扉のね、にあるこう 地下図書館のね話がねここにはこうしてるよとかね、そういった話を、ね、してくれるかもしれないんですけど、まあ、僕はあんまりそういうね難しい話はね、できないので、まあざれ事としてねちょっと考えてみたいなと思いますね。例を一つねあげようかなと思うんですけど、例えばこうね、構造的に対策できるんじゃないっていう話ですね。まずはですね、要はその押したら自動的に戻ってその取っかかりとかもない固定負荷の扉とかですね、
あとですね、屋敷の中で普通は見つけられない変なところに扉があって、隠し扉があると。だからその屋敷中の扉を全部開けてもですね、その隠し扉だけは開けられていないので、そこが残っている限りベアトリスが本気で隠れようとしたらそこにはねたどり着くことができないっていうルートですね。これ簡単に作れると思うんですね。で単純に鍵をかけるのはどうかってね、まあ要はこんな感じですよ。はい、こんな感じのねしょうもない、思考実験ではあるんですけど、皆さんもねちょっとね考えてみたら、ね、見ていただけたらですね、楽しいんじゃないかなと思います。はい、でいうことで自分がちょっとね考えたのはね、構造的な対策方法もいろいろあるんですけど、例えばですね、概念的な対策もねできそうな感じですよね。そもそも扉渡りっていうのがあのちゃんとしたこう理屈の通ったものじゃないですからね。はい、魔法使用しないでこれをね扉渡り破りをね、対策しようと思った場合に、まあ例えばこう壁に描かれた扉の絵はどういう風に認定されるんだろうとかね、要は扉の概念に関するこう隙間を塗るっていうのもねありかなというふうに思いました。であと自分がね、これ多分ジョジョの奇妙な冒険とかで、ね、やりそうなあれかなと思ったんですけど、扉渡りって要は扉の先にある世界部屋をつなぐっていうものですよね。だから部屋から部屋に向かってる扉とか部屋から廊下に向かってるところでつなげることもね、要するにこう概念的なものとしてはできそうなもんですよね。だから内側から外側に向かって扉を開けるつなげるっていうことができるんだったら、例えば一つとしてはその全部の扉を開けていった時に、最後ベアトリスの扉につながるんですけど、最後の一つに残されていた扉の中にいる人がその扉を開けた場合それってどういう風に映ってるのかなって思いますよね。つまりそこがこう最後の、まあ、レムの部屋が最後の部屋だとしましょう。でレムの部屋が最後の部屋で、最後ベアあの 最後の一個になった時にまあエルザさんがこう扉開けるじゃないですか。そしたらまあベアトレス側につながってるんですけど、じゃあその時レムの部屋にいたスバルがですね扉を開けるとどういう風に映ってることになるのかな、それとも扉は開かないのかなって、思ったりはするんですけど、このあたりのロジックをこうねうまくごまかしてですね、見えないようにするっていうのもありなんですよね。でそれから、あとこれ自分が徐々的にねありそうだと思ったのは内側から外側に扉をつなげるわけですね。つまり、最後の部屋から廊下に出る扉に関して扉を開けるとベアトレスの部屋になるように、つなげるわけですね。でこれをつなげるとどうなるかっていうんですけど、最後の1個になった時点で、このつなげ方をしますね。でこのつなげ方をした場合、どうなるかっていうと、外から、まあ、廊下側から、扉を押して部屋に入ろうとしているエルザさんがいるとしますね。扉に対してはですね、廊下側から扉を押しているわけですね。じゃあその部屋の内側から外にかけてつなげたベアトレスの部屋側から見るとその扉はですね、強い力でですね、ベアトレスの部屋側から視点で言うと、押されていることになるんですね。つまり押した場合は双方から同じ力で押されるね、引いた場合は双方から同じ力で引かれるというね、形になるので、同じ力が働くので絶対に扉を開けることはできなくなるみたいなね、そんな感じのこう概念を遊んでその警戒対策するのも楽しいかなというふうに思いましたね。はい、長い話してますね。無意味ですね。はい、あとはまあ迎撃による対策ですね。いわゆるこの扉開けたら罠が発動するよとか、この扉開けたら屋敷が崩壊するよとか、要は絶対に開けることができない、部屋を1個設置しておくことによって全ての扉オープンができなくなるっていうところですよね。それこそその扉に触ると死ぬとかね、開けたら即攻撃するとかね、そういった迎撃による対策もできそうな感じですね。で、あとまあその能動的なリスク管理もできそうな気がしました。まあ特定のね、まあ扉、これはちょっとね自分は思ったんですけど、まあ、定期的に特定の扉をね、内側からの作用で開けるようにすれば、開けたり閉めたりするようにすればですね、なんか全部の扉を開けてることはねできなくなるんじゃないかなっていうところと、扉が最後の一つになる直前に最後の部屋に移動するとですね、ベアトレス自身はこの書庫は放棄することになるんですけど、言ったら最後の部屋に対してはですね、ベアトレスの
書庫に繋がっちゃってるんで、最後の部屋には入ってこれないっていうところで、まあ要は若干パラドックス的な感じになるんですけどね、その部屋がには誰も入れなくなっちゃうんじゃないかなと思いました。で、こういった対策方法が、まあ、実地されてない認知されてない点っていうのが自分は気になってですね、なんでこんな話をしたのかって話なんですけど、はい、対策方法が、認知されていない対策がされていないってことがどういうことなんだろうっていうふうに思いました。特に、それを感じたのはですね、ラムがその屋敷中の扉が、まあ、開かれてる時にですね、とりあえずそこにあった扉のを閉めなかったことですね。これなんていうかこうベアトリスを守るための危機管理の手法としては多分マニュアルがあるとしたら書いてあると思うんですよね。誰でも考えつく一番単純な扉破りの方法が、まあ、扉渡りの破りの方法が、扉を全部開けることなんやとしたら、扉がね開きっぱなしのものがあったらとりあえずどれか適当に閉めるっていうのがマニュアルとしてあるはずだと思うんですけど、それをラムがしていなかったってとこで、ね、対策法もね対策もされてないし、それに関するそのマニュアル的なのも認知されていないってとこで、それがなんでやっていう話ですね。一つとしてはロズワールがいざとなった時にベアトリスを始末できるような作りにしてある。これ結構濃厚だと思いましたね。はい。あとですね、ベアトリス自身はですね別にその扉渡りがベアトリスを守るためのね、まあ、切り札ではないというところですね。これをするだけじゃなくてベアトリスは自衛の手段を他にも持ってるよっていう話ですね。はい。あとまあそもそもですね自衛が目的の能力じゃなくてあのベアトリス自身の特性的なものやからそれを対策したりすると、ベアトリス自身のですね、要は精霊としての、概念が揺らいでしまうっていうね、このあたりですね、まあどれもあってそうな気が、しますね。まあ今回まあエルザさんがね来た時に結構無抵抗やったところから、自衛する手段があるかどうかはちょっとねわからないっていうところなんですけど、そんな感じのことを思います。はい。まあ別にこれが何かあるのかっていうとそうではないと思うんですけど、ね、こういうのを考えるのは、ね、楽しいなというふうに思っていました。ね、こういうアホなことを考える機会があってもいいんじゃないでしょうか。どうでしょうか。そんなことないですか。あとですね、コメントでそのどの段階で、まあ前回の段階でなんでこうロズワールがこうエルザさんの依頼人なと思ったのみたいなことを、聞かれたんですけど、例えば今回のこの扉渡り破りをのやり方をこうエルザさんが意図していたんやとすると、それはまあロズワールの差し金である可能性もあるっていうのが多分こう、黒認定の材料の一つかなという人もいると思うんですけど、まあ、自分的にはこれ自体はそんなに黒認定にならないっていうか、扉渡り用がこうラムが別にこう、ね、来たわかるのよくわからん人に教えれるような、そういったものやったとすると扉渡り破りなんて誰でも思いつく、方法だと思うので、なんかむしろそれは例えばこう魔女教とかつまり今回のこの情報扉渡り破りをエルザがやったっていう情報は、ロズワールクロとして働くというよりは、逆に依頼人が魔女教の、まあ、関係者、まあそのベアトリスが魔女と関係してるっていうことが分かってるからそれ系関係者が依頼人であるっていうね、他の、依頼人がいる可能性をの方が若干こう濃厚になるかなっていうふうに自分は思いました。で自分はまあロズワールに黒出しというかね、怪しい依頼人じゃないかって思ってた、まあ、要因としてはやっぱり2つあってで、まあ、一つは、ね、普通に何て言うんですかね、使用人についてのつまり屋敷の内情を把握していたっていうところですよね。メイドを雇ったのはフレデリカ、ね、ペトラを雇ったのはフレデリカで、その行動を指示できたのはロズワールのみということになりますので、そういった意味では魔女教との、ね、関わりっていうのはあまり考えられないっていうところですよね。で把握できていたのはそれこそだから、フレデリカを、まあ、制約で縛ってる正義関係者か、直接の依頼、まあ、雇用主であるロズワールしかないっていうところと、もう一つはスバルがね戻るタイミングを、まあ、エルザさんが前回の時点で言ってましたよね、見計らっていたっていうところで考えると、スバルが、帰るタイミングしかもそのタイミングの巻き添えを、受けないことができる自分で調整できる存在っていうふうに、
考えるんだったらそれはまあロズワールということになりますので、スバル帰還のタイミングを知っていたところと、まあ内情について把握していたっていうところで一番ロズワールが怪しいって見るのがこう普通なんじゃないかなと思うんですけど、すいません、なんかこうすごい抜け漏れが、ね、ある可能性は、普通にあるのでごめんなさい、自分の発言に責任を持ってるセリフではありません、すいません。はい、そんなとこです。で8話のね期待みたいなね話ですねこれ適当なんですけどね、まずまあ今まで書かれたところからまあ普通に予想できることとしては上の3つですよね。はい、まあ奇跡がないことによって不具合が出ると、それこそフレデリカをうまくこうね、誘導できなくなってしまって何か問題が起きてくるっていうのはありそうですね。で、ベアトリスに対して今度はねスバルはですね、ちょっと一歩引いてベアトリスの気持ちをですね組めるようになるとね、それこそオットーとのやり取りによるつながりもちょっと感じますよね、から質問が今度はできるようになるんじゃないかなっていうところと、あと3つ目はね本当にやってほしいんですけど、こうエミリアにつながる何かをね得てほしいですね、ずっとエミリアさんはですね、なんかこうそのずっと試練をね超えられずにね、苦しんでるだけで、そろそろこうエミリアさんにねいいところを見せてほしいなっていうふうに自分は思っています。あとまあ下3つはねまあ見れたら嬉しいなっていうぐらいですね、ペトラと魔獣使い、まあ多分顔見知りなので、このあたりのねやり取りがね見れたら、まあ魔獣使いの子の怖さっていうのがね、感じれるかなというふうに思いました。で、オットーは自分的には結構おとりになると思うんですよ。エルゼさんがその言ったらそのスバルが帰ってくるのを待ってるっていうことは、スバルはオットーの馬車に、まあ竜車に乗って帰ってくるっていう予定に見せかけて、2日ぐらい先にその移動することが可能っていうところですよね。このあたりのやり取りとしてオットーは結構使えるんじゃないかなというふうに思いましたね。今回ある意味ではこうラムよりも頼りになる友人としての行動を見せてくれたので、なんかすごいねオットーが頼もしく見えましたね。はい、で、今回の最後ですね、ガーフィールが殺意を見せたっていうところで、これもねやってほしいですね、ラムを投げるってね、これはちょっとねやってほしいなと思いましたね。その前の週では冗談交じりで言っていたことが実際に起きるっていうのは、単純にループものとしての絵としてはね楽しいところがあるので、やってほしいですね。はい、そんなことを思いました。はい、あんまりこう活躍はしてなかったんで、ね、またラムもね、次回活躍してくれるんじゃないでしょうかね。今回はこう辺りのね景色をね、把握する能力を使ってくれてましたね。はい、そんなわけで、今回はね以上になりますね。またすごいね長くなってしまったんですけど、まあまあここまでね、お付き合いいただいてる方もねどれだけいるかはねわからないという感じなんですが、またね思ったことをですね残していただけると、幸いですね。なんやかんやで言っても自分はやっぱりこうアニメをアニメ単体としてねすんごい楽しんでますので、はい、できたらみんなでね楽しんでいきたいなと思っていますしね、ただまあちょっとやっぱりこう不安に思われる方とかですね不快に思われる方とかがいるんやったら、それはまあできる範囲で減らしていきたいなというふうには考えてますので、そういったことに関するご意見とかも、よろしかったらいただけると幸いです。はい、そんなわけでですね、今回もねとても楽しい回だったと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回ありましたらよろしくお願いします。失礼します。